君に届けノーザンライン。はい、正直、見ましたけど、めちゃくちゃ良かった。力を合わせてやるチームワークとマジで泣きました。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。2021年年始に撮りました。さて、今年はどんなアニメを見させてくれるのでしょうか。羅針盤アニメ福袋、こちら。はい、シャーマンキング、この機会にいいかもしれませんね。そこに出たのが梅宮龍之介というキャラクター、こちらのシャーマンキングを見ました。上げていきたいと思います。龍さんです。監督アニメ見たんですけども、アニメでは描かれなかったバージョンの龍さんだと思われます。はい、正直に、見ましたところ、もうめちゃくちゃ良かったです。一部ネタバレがありますので、ネタバレ元気だよって方は、これ以上は見ないでください。原作はですね、漫画作品となっております。作者は、武井宏之さん。週刊少年ジャンプで、1998年から2004年まで連載。2021年1月の時点では、シリーズ累計発行部数3500万部突破しております。シャーマンキング、この真ん中だけを取りまして、マンキンと呼ばれております。ただですね、この作品なんですけども、週刊少年ジャンプ連載末期にはですね、アンケートの結果の順位で、最下位近くを低迷を続けた末、なんとですね、打ち切り終了となってしまいました。32巻まで発売されております。はい、そして2018年、20周年プロジェクトとして、集英社から講談社に移籍します。そこでですね、新章だったり、外伝が発表されております。ジャンプコミックで語れなかった続きのお話、書き下ろし約380ページを追加した完全版がですね、発売されまして、こちらは最後まで完結しております。で、まずですね、このシャーマンキングとは何ぞやというわけでですね、あらすじなんですが、中学1年生小山田万太はある日の帰宅途中、墓場で幽霊と戯れる朝倉陽と出会います。彼は500年に一度行われますシャーマンファイトに参加するため上京してきておりました。その後ですね、陽の友達になった万太は彼を通じて様々なシャーマンたちと出会い、その戦いを目撃していきます。こちらがですね、メインのストーリー、本当に頭です。まあ、そこからですね、全64回にわたって旅が描かれていきます。タイトルにもあるシャーマンとは何か、霊の声を聞くことができ、精霊などの力を借りて問題を解決したり、時には神のように病気や怪我を治すこともできます。そして500年に一度シャーマンファイトで決めるナンバーワンシャーマンキング、こちらがこの作品のタイトルの由来となっております。まあ、そういったストーリーなんですけども、基本はバトル漫画です。まあ、原作本の漫画をアニメ化してるのですが、なんとですね、途中で原作漫画をですね、追い抜かしてしまいました。そのためですね、後半からはかなりオリジナルの展開で描かれています。監督は現在そのアニメ版しか見てないので、原作はね、最終的にどういった方向になるのかは全くわからないので、今語る内容はアニメ版となっております。この後ざっくりとですね、メインとなるキャラクターの紹介と声優さんについても紹介していきたいと思います。まず主人公朝倉陽、一人称はオイラ。バトル漫画と言いつつも、自分が楽に生きるためにシャーマンキングになろうとしております。まあ、ゆとり世代なんとかなるさっていうのが口癖です。決してですね、投げやりな感じではなくて、辛い過去を背負う陽だからこそ語られる重みがね、あるなんとかなるさなんですよね。陽のですね、持ち霊は阿弥陀丸という侍です。阿弥陀丸との出会いのきっかけは、まあ、第1話で描かれるんですが、これが結構泣けるエピソードとなっております。最初ね、壁はあるんですけども、まあ、すぐね、ヨードのっていうね、キャラクターにね、で、そのまあ侍とね、心を通わせて二人で戦っていく姿はもうめちゃくちゃ熱いです。あと、このヘッドホンをつけております。これなぜかというと、自分の世界に入りたいがために音楽を聴いているというね、設定ですね。アニメ版朝倉陽をですね、演じた声優さんは佐藤優子さんです。シャーマンキングのオーディションを受けた際に渡された台本に、憑依合体、まあ、これ本編のですね、序盤の方にですね、結構使われてくる言葉なんですが、阿弥陀丸のちっちゃい丸くなんか憑依合体って自分の体にね、取り込む場面があるんですが、多くの声優がですね、いわゆるアニメ慣れした、まあ、熱い演技をする中で、まあ、佐藤さんは悪く言えば棒読みに受け取れる感じ。ただこれがですね、企画プロデューサーの目に留まってキャラクターと合っているなというわけで抜粋されたそうです。主人公にめちゃくちゃ合っておりました。
続きまして、京山アンナ。出てきた当初からですね、言い名付けとして出てきます。普通のなんかその作品とかって、その主人公がいて、ヒロインがいて、こいつら付き合うの付き合わないのっていうね、そういったドキドキ感があるんですけども、もう最初から熟年夫婦みたいな関係。でも、アンナ自身もその世をですね、シャーマンキングにする、略をしたい、実現させるために、もうめちゃくちゃね、トレーニングきついものを世にバンバンビシバシとね、鍛えろ鍛えろとですね、トレーニングのメニューを考えてね。ただね、アンナも心の中では誰よりも世のことを信じているというですね、そういったところもですね、ちゃんと書かれております。あとこの京山アンナさんのですね、声優さんはですね、まあ誰もが知っている、林原めぐみさん、エヴァンゲリオンのレイ役ですとか、メダテコナンのハイバラ、ポケットモンスターのムサシとかですね、その他たくさんのですね、アニメを吹き替えている方です。クールでミステリアスな雰囲気がめちゃくちゃ合っておりました。小山田マンタ、実は裏主人公。いや、本当は多分マンタが主人公だと思います。この物語全体を語るのは、この小山田マンタ目線で、シャーマンキングは描かれております。大富豪の長男です。身長は80センチの二神頭です。彼はですね、シャーマン使いではなく普通の人間です。演じるのはですね、犬山犬子さん。ポケットモンスターで言うと、ニャースと言えばわかりますでしょうか。振り切りすぎ。特に後半ね、結構ね、遊んでます。続きまして、待ってました。リュウさんです。いや、このね、リュウさんめちゃくちゃいいよ。ちなみにこう見えて18歳です。木刀のリュウと呼ばれておりまして、自分のですね、ベストプレイスを探すために旅をしている高校生なんですけどね。もともとですね、阿弥陀丸がいた墓場を拠点として活動していた、まあ、ヤンキー集団の中の、まあ、ボスみたいな、いろいろなことがありまして、最終的にですね、ヨウのことを、旦那って言ったり、オカミって言ったりね、ヨウの強い精神力を見て、修行しますということで、もう、京山アンナと、その妖怪住んでいるところの邪魔やっちゃったりとか、まあ、いろんなことが本当あって最終的にシャーマン使いとして覚醒するところはね熱かったです。あとやっぱりそのトレードマークのリーゼント、通称ですねウルトラリーゼントと呼ばれまして、こちらですねリュウさんの目にショックの出来事が起きるとリーゼントがこけます。その第1話でこれくらい長かったんですけども、スパーンって切れて、そこからまた話数が飛んでちょっと真ん中からニョキって出てくるところ、これめちゃくちゃ気持ち悪い。その他にもですね、まあなんか好きな女の子がいたらここら辺がハートになったりとか、あと、ちょっ切られて、もうパッカーンって割れた中で、なんかかっこいい感じで、なんか角みたいな、まだ雨にバシャーって寝たら、なんか結構イケメンになってるんですよ。あと、口癖は、メラ。だな、メラ最高ですぜって言ったりですとか、メラ根性だ。持ち霊はトカゲロウです。これもいろいろあって、トカゲロウを自分の持ち霊として、で、さらにですね、まあ、ヤマタノオロチっていう取り込んでね、まあ、最終的に多分トカゲロウとヤマタノオロチを合体させた持ち霊にしたりとかね、なんか元ヤンキーとは思えないぐらいの、昇進です。まあ、声優さんはですね、結構洋画の吹き替えで声を担当してる方ですね。続きまして、タオレン。ヨウと初めて出会うシーンのビジュアルが、これ、ね、最高野郎。敵役。まさかこの後ね、仲間になるとは思いませんでした。声優さんは、パク・ロミさん。鋼の錬金術師の主人公、エドマートの恋ですとか、ナナの大崎ナナ役の声優さんです。タオレンはですね、中国出身で、中国の歴史の陰で1800年暗躍していた、同化の御曹司です。まあ、ここだけ聞いたらね、プライドが高いっていうのはわかりますよね。まあ、最初はですね、朝倉ヨウとタオレンね、もう戦う時にか、もう全部お互い 100% 出し合って戦うので、すぐ仲良くなったりしたいんですけども、ちょっと友情が垣間見られるという場面が多々見受けられました。持ち霊はバソン。元騎馬隊長をしていた武将の霊です。徐々にね、朝倉陽と仲間になっていくことによって、このバソンのキャラクターもコミカル路線ね、もうバソンも喋るキャラクターなんですけども、ポッチャマ大丈夫ですか？ポッチャマー！ポッチャマが笑っておられるという感じで、ちょっとなんかギャグキャラクターになったりとかするんですけども、レンはですね、武術に長けております。レンとバソンのコンビネーション。二人の必殺ゴールデン中華三昧似てない似てない。あとですね、レオンを育てた決着をつけるために中国に戻ってて大変するんですけども、父が強すぎて、タオレンがね、もう牢屋に閉じ込められちゃうんですよ。で、そこで、ヨウとユウさんと、あとこの後ですね、ホロホロっていうキャラクターが出てくるんですけども、その3人でですね、レオンを助けるためのね、エピソードはね、もうむちゃくちゃ熱かったです。続きまして、先ほど出ましたホロホロですね。ホロホロはですね、北海道のアイヌ出身の法律界のシャーマンです。ホロホロ自身もアイヌの人たちの思いを背負ってこのシャーマンファイトに参加しております。こちらもですね、スパルタな妹がいます。持ち霊はですね、月の下に住む大地の精霊コロポックルのコロロですね。まあ後半ね、コロロがね、巨大化したりとかね、ホロホロのですね、夢はですね、見渡す限りの広大な吹き畑を作りたいっていう目標のために、シャーマンキングバトルに参加しております。
じる声優さんはですね、るろうに剣心の相良佐之助、あとはポケットモンスターのたけしの声でおなじみの上田雄二さんとなっております。続きまして、ファウスト8世。まあ今まで監督アニメ見て、まあこいつはやべえなっていう、まあ最後キャラクター。まあリゼロのこの人とか、ソードアートオンラインのこの人とか、その中の一人に入るのがこのファウスト8世。なんですが、まさかね、終盤、仲間になるとは思いませんでした。アニメが始まるオープニングの時に、いいものたちが、うわーってこういうシーンがあるんですよ。で、そこになぜかファウストもこういって入ってるんですよ。え、ちょっと、なんでそこにいるのって思ってたんですけども、まあそういうことかと。ネクロマンサーなんで、死者の骨をですね集めて襲っていくんですよ。でこのファウストのシャーマンキングになる目的が、亡き妻エイダとまた前みたいな生活を取り戻すためにシャーマンキングになると決意して、まあ、目的のためなら手段を選ばないよな。でそこでヨウと小山のマンタこの二人の絆を知っているから、ファウスト8世がですねマンタをですね、縛りつけて、ネクロマンサーなんでもう手なんかムワーンってして脳みそなんかいじくろうとするんですよ。まあ、そこであの、穏便な朝倉陽がですね、ブチ切れる。そんなブチ切れた中で仲間になるってどんなのって、もうこれはもうぜひアニメを見てほしいです。このね、シャーマンキングってのは悪役でも、ちゃんと目的がしっかりと持ってるんですよね。この辺はですね、中盤戦から入ってくる仲間となっております。大きなアニメ版の既得区切りとしましては、シャーマンファイトの本部隊がですね、アメリカなんですよ。アメリカに行くところが、まあ、大体中盤あたりから行くんですが、まずは、リゼルグ君なんですが、なんと小6です。もう最後に出てくる、もう最強のチートキャラクター、ハオ、まあ、そいつにね、両親をね、殺されて、生きてるみたいな。で、持ち霊はですね、妖精の形をしたモルフィンというキャラクターですね。で、武器は腕になんかチャラーン垂らして、ビューンっていく。すげー強いんですよね。ただで、最初、目的がハオっていうやつを倒す。でもハオっていうのがめちゃくちゃ強いっていうのはリゼルグの中で分かって、だから強い人が欲しいっていうわけでリゼルグも踏ん張り温泉チームの中に入ってきます。ただそこでですね、途中からハオを倒すための組織 X ローズというですね、白装束でみんなの持ち入れなのかな、では機動天使と呼ばれるでかいやつをみんな携えてですね、もうハオを倒すためにですね強いんです。だからリゼルグも心を引き寄せられて、この踏ん張り温泉チームから抜け出してそのチームに一回行くんですけども、まあ、終盤ね、なんかいろいろとまたあって戻ってくるところはね、泣けましたね。最後に仲間になるキャラクターはポラーズです。黒人系のアメリカ人ですね。コミカルキャラクターです。監督こういうキャラクターが大好きで、自称コメディアンで世界一のお笑い芸人になりたいっていうですね夢があるんですよね。ギャグ担当なんですけども、まあ、たまにね寒いギャグ、いや大体寒いかな、メンバーたちにねなんとかなんとかっていうのをやってると、まあレンとかホロホロにボコボコにされたりとかね。ただそれもねボコボコにされても常に毎回ね全力でね笑わせにかかってくるというですね、自称コメディアンなんですけど、過去は、ね、やっぱ結構壮絶で、冒頭に両親殺されたっていう過去があるので、まあそういったところも踏まえて応援したくなるキャラクターなんですよね。で持ち霊はジャガーの精霊ミックというですね、まあ、これもね後半巨大化するんですけども、めちゃくちゃ強いですね。そしてラストですね。まあ、これは仲間じゃないんですけども、まあ、この物語、シャーマンキングですね。主人公、ヨウのですね、最強のライバル、シャーマンキングダム、まあ、自分主体の世界を作ろうと思って、その夢実現には、殺戮を繰り返すことも厭わない、冷酷無慈悲かつ残忍な男ですね。ちなみにこのハオはですね、もともとシャーマンファイト自体が500年に一度やるのですが、500年前シャーマンファイトに参加したやつが、転生した姿がこのハオなんです。シャーマンキングの世界では、浮力というですね、まあ、ドラゴンボールで言うと戦闘能力みたいな感じで数値化されてるのですが、めちゃくちゃ訓練して11万ぐらいになったところで、この歯を125万の浮力、もう圧倒的にかなわないんです。そのわけでですね、歯をに慕うシャーマンとかですね、もうたくさんいるんですよ。そいつらともね戦ったりするのが踏ん張り温泉チームなんですよね。ちなみに歯をの持ち霊はスピリットオブファイアですげー強いです。でこの歯をの口癖がせーなー、まあそれをね、まあ、その声優さんが名探偵コナンの高山みなみさん、だからもうコナンがちっせーなっていう感じのイメージ、やばいよね。
というわけでですね、まあ、他にもですね、もっとね、紹介したいキャラクターとかチームとかがいっぱいいるんですけども、この辺で割愛したいと思います。まずこのシャーマンキングですね、面白さの醍醐味としては、どんどんね、戦闘のバトルの仕組みが変わっていくところ、自分の持ち霊を、憑依合体って剣を振るったら、巨大化して切ったりするんです。オーバーソウルというパワーをこの刀に全部受け継がして、切ったり、持ち霊をめちゃくちゃでかく巨大化させて、もうなんか怪獣ロボットバトルみたいな感じになったりとか、レベルがね、どんどんと上がっていく瞬間、このあたりがね、また世界観が広がってめちゃくちゃ面白かったです。はい、あとやっぱりですね、チームワーク、この作品ですごい感じました。ボロボロになりながらね、その朝倉陽をみんな信じているので、まあそれまで俺たちが持ちこたえるぞみたいな感じで、なんかみんなでね、力を合わせてやるチームワークがマジで泣きました。64話ですね、とてもおすすめですので、ぜひ見ていただければと思います。そのわけでですね、アニメ版のシャーマンキングを語らせていただきました。で、この作品なんですけども、なんとですね、今年2021年4月からアニメ化が決定されました。しかも、なんとですね、主人公の朝倉陽の佐藤優子さんは、続役でないんですけども、メインキャストはですね、ほぼ続役という形で、今現在のアニメーションで、また見れるというわけですね。しかもですね、ジャンプコミックスで完結されたものではなくて、その後、講談社に移籍された中で、完結まで描いたものを、改めて再アニメ化するというわけでですね、これこそが、本当のシャーマンキング、見られるそうで、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、というわけでですね、この動画ではですね、自分が好きなものですとか、あと、おすすめしたい商品などを、徹底的に紹介しております。もし興味がある方はですね、ぜひ登録ポチッとして他の動画も見ていただけますとありがたいです。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。シャーマンキング。